ありがとうございます。今日は秋田に来ていただきまして本当にありがとうございます。やっと横手から来ました。保守王国秋田っていう、まあ、自民党でしたけども、この秋田っていうのは投票してもいつも変わらないで、願ってもその投票した、党によって必ず自民党になってしまうという感じがありましたけども、で自分は今自営業をやってまして、税金がとても高くて従業員も3人ではやってるんですけども、とてもじゃなくてこれから生活ができなくなっていくなということを感じております。でこの税金を下げることによって生活がもっとしやすくなればなと思いますし、秋田が本当に大好きで、この、秋田を守っていきたいなという気持ちでいます。以上です。ありがとうございます。どちらかというとご質問というか、今現在のご自身の置かれた立場、そして期待をしているという意味でのメッセージをいただいたと思います。ありがとうございます。まあ、保守王国と呼ばれるところが、まあ、全国にいくつかありますよね。例えばですけど能登半島地震があった石川県も保守王国ですよね。自民党がむちゃくちゃ強いで、秋田もそうでしょう。とにかくそういうようなところで一生懸命自民党を支えてきたという人たちが、今どう思ってんのかっていうのは非常に重要なことなんですよ。なんだかんで言っても自民党しかないだろうって言われる方いらっしゃるんですけど、その根拠は何ですかってお聞きしたいんですよ。30年国の経済を弱らせ続けるような間抜けっていうのは世界には存在しないんです。独裁国家以外でも日本だけはそういう状態になっちゃってんです。こういう状態を見たとしても、やはりここから変えていかなきゃいけないということをぜひ考えていただきたいなと思うんです。ただし自民党を応援することにおいて仕事がもらえたりとか、そういったつながりによってプラスになるという人たちには、なかなかこれはやっぱり目の前の生活ってものがありますから、ここは動かせないところがあるのかなというふうには思います。でも一方で投票には自由がありますから、つまり何かっていうと、投票する場所っていうのは誰にも見られないわけですよ。だから普段通り自民党を応援しているふりをしながら、そこにですね、例えばだけど分かんないけど他の政党の名前書いてもバレないんです。で表向きには自民党応援してるよ、今回もねっていう話をしとけばいいんです。何を言いたいかって言ったら、お灸据えなきゃまずいんですよ。国をここまで壊してきた者たちに対して確実にその票を貢献し続けるっていうのは非常にまずい。やっぱ揺らさなきゃダメなんですね。何があってもあいつら俺たちに入れるだろうと思われてるからどんどん切り捨てられるんですよ。どうして農家の多くたちが自民党を応援するんですか。おかしいでしょ。農業なんて切り捨てられ続けてきたんだから。車を売るために農業がしんどい思いしてきたのに、あまりにもおかしいじゃないですか。より自分たちがプラスになるように、より良い状況に持っていくためには、やっぱり駒として政治家や政党は使わなきゃダメなんですよね。そういった意味で逆にお上として何かやり取りをしているようにも見えるんです。話戻ると、何が言いたいかってことですけれども、保守王国と呼ばれるところにおいて自民党であり続けることで確実にしっかりとそこを、その地域を守ってくれるかって言ったら守ってくれませんよ。どうしてここまで衰退するんですか。秋田は衰退してますか。昔と比べて全国的に衰退してるでしょ。で災害あったとしても助けてくれないっていうのは能登半島地震でも分かってることなんですよ。あれだけの保守王国大国であったとしても、災害があったとしても、これ早いところでもうコストとして切り捨てられちゃうんですね。例えばですけれども、何から話したらいいかな。元日に発災した能登半島地震ですね。ここにおいて、食料が圧倒的に最初足りなかったんですよ。食料足りなかったらやばい話ですよね。これって生きていかなきゃダメだから。いや半島だからね、これちょっと地理的に不利なんだ、そういう話はわかるんだけれども、自衛隊だったりいろんなものが応援に入ってるわけだから、まず食料や水っていうのは絶対に確保しなきゃいけないものとして動くのが当たり前なんだけど、自衛隊によってこれ炊き出し行われた、いつからですかってことなんですけど、例えば珠洲市、珠洲市で見てみると1月6日から炊き出しが始まったんですよ。発災したの元旦ですよ、元日ですよ。食料の提供が国から始まった、炊き出しが始まったのはその5日後だってことです。しかも2600食
ぐらいは絶対最低限必要なんですよ、1食あたり。ってことはかける3必要なんですね、3食で。でもこの1月の6日に自衛隊が提供した食数はどれぐらいかっていうと、出してもらえますか。はい、たったの100食なんです。むちゃくちゃでしょ。国を守る、国民の生命と財産を守るって、何の話されてるんですかって。現実見てみー言うて。でこれ自衛隊が悪いんじゃないんですよ。自衛隊に支持している政治が間抜けなんですよ。それ以上でも以下でもないんですね。でもっとひどい話は、さらに自衛隊の炊き出しが遅かった地域があるってことなんです。これ能登町やったかな。出してください。はい、こちら、石川県能登町での自衛隊の炊き出しが始まったのは1月28日です。狂ってません。しかも何食ですか。300食です。足りてないだろそれって話なんです。むちゃくちゃです。で撤退するって言うから、食事の支援、自衛隊撤退するって言うから撤退させちゃダメだって言ったんですよ。ちゃんと食事の供給が安定するまでは自衛隊に供給してほしいって言ったんです。でも撤退してその後どうしましたかって言ったら、民間に丸投げなんですよ。民間に丸投げっつっても、地元では上下水道通ってないんですよ。修理は随分進みましたって言うけど、それ一番太い水道管だけなんですよ。水道本管だけ。家の近くまで来てるけど、そこから家の中まで引き入れるっていう管が壊れちゃってる。宅地内漏水。家の中で水が使えない蛇口を開いて、ひねってもっていう状態が多くの家に未だに見られるんですよね。つまり何かって言ったら、料理とかお風呂とか無理なんですよ。上下水道も無理なんだから。そんな地域においてそろそろ自立しろって、ごめんなさい、言葉選ばずに言うと、イカれてますよ。これまで散々自民党に貢献してきた人さえもそうやって切り捨てるような政治が今目の前にあるってことを考えたときに、いくら保守大国だ、これまでの付き合いがあるとしても、ここは一つ目を覚まさなきゃダメでしょうっていう、覚まさせなきゃダメでしょうって、それができるのが支援者なんですよね。外から批判をされるんじゃなくて、内側からちょっとおかしいだろって、ちゃんとやろうよっていうことを、やっぱり熱烈な自民党支持者の方には声を上げていただきたいな、そう思います。すいません、ちょっとかなり端折ってお話をしましたけれども、その保守大国の中でなんとか自衛をやりながら、そして従業員を食べさせながらってことですね。そういうことで一生懸命頑張られている方もいらっしゃると。そんな中で一刻も早くですね、いかがですかね。今ちょっとお話になった方にもう一度マイクを回していただきたいんですけれど、例えば消費税というものが 0% になりますっていう話になった場合、これはどうですか、ご自身の事業的には。今年インボイスをやって、消費税が約の40万ぐらい必要だっていうことを言われまして、なければいろいろ使いたい、仕事に使いたいものや、従業員の給料とか面にプラスしていきたいなと思っています。ありがとうございます。インボイスが始まって40万円ほどの、税負担が増えたというところですけど、今おそらく激変緩和措置みたいなもので、抑えられてますよね。これがおそらく2年後とか3年後ぐらいになった時に、多分その倍か3倍ぐらいの支払いが来る可能性もないですか。だからインボイスっていうものが始まって、一体何が起こるかっていうことを理解されていない小規模事業者の方々もいらっしゃるんですけど、今になってやっと分かったって方々もたくさんいらっしゃるんですね。何が言いたいかってことですけど、もうインボイス始まったってことですけれども、これは諦めずに、これは廃止にさせなきゃいけない。インボイス廃止はもちろんのこと、この消費税自体を一部の者たちだけを美味しい思いさせるために全員から薄く広く取るというものが 10% にまでなってしまったっていう、この状況でさらに国に経済的打撃が、さらに国にというよりも人々に対して、事業者に対して大きな影響を及ぼすものは、これはさっさと減税、私たちは廃止と言ってます。私たちが政権取らないと廃止にならないかもしれないけれども、それいつやねんっていうことになっちゃいけないので、その手前で減税ということは、これは私たちは乗っていきたいと思ってますけど、一刻も早く必要だという認識です。ありがとうございます。というわけで、他の方いらっしゃいますか。ありがとうございます。じゃあどうでしょうかね。じゃあこの列のですね、 D に入るのかな。はい、 D のブロックの方ですね。消費税を廃止するということだったんですけども、
日本って借金があるじゃないですか、今いっぱい。そこ若者に今借金をこう取ろうとしてるんで、消費税をそうやって税金下げることによって若い人の借金、国の借金ですね、それを返済することは可能なんでしょうか。ありがとうございます。国の借金と言われるものに敏感な方多いですよね。どうしてそんなに敏感になるんですかってことを聞いたら、やっぱり借金だからですよね。自分の借金っていう部分にもやっぱりかなり負のイメージが強いわけですよね。個人的な借金、一刻も早く返さなきゃっていう意識になっちゃう。一方で国の借金って言われるものにも自分の借金と同じような感覚になっちゃう。でもこれね、間違ってるんです。全然別物なんです。国の借金とあなたの借金は別物だってこと。考え方も。あなたは長生きできて何年ですか。頭の中で考えてください。自分が最大限長生きできて何年だと思われますか。80年90年、非常に短い期間ですよね。それって借金があるんだったらできる限りは返済した方がいい、自分の命が終わるまでにっていうのを思うの当然なんですけど、国ってじゃあ寿命いつまでですか。国に寿命ありますか。事実上国は永遠に近い存在なんですよ。そのスタート地点だけでもこれは同じように考えちゃダメな代物なんですね。でどちらかというと企業に近いような感覚、要は借り入れをしながら、大きな企業でもそうですね。で次に投資に、さまざまな研究開発だったりっていうところにお金を回していくと、全くの赤字がなく黒字経営だけでやってますみたいなところもありますけれども、一般的に大企業って言われるところなんかは必ずそのようなお金の回し方をしていくわけですね。感覚的には個人の借金というよりか企業の借金に近いものがあるっていうふうにまず考えていただきたいんです。そしてさらにその企業の借金とまた違う部分があるんです。それは何かっていうと、お金を自分たちで作ってるってことなんです。俺も作ってるよ、自分で働いた、汗水流して働いたお金でこの給料をもらってる、そういう意味じゃないです。皆さんの財布の中に入ってるお金、銀行の中にあるお金、へそくりとして隠してるお金、そのお金はどこから来ましたか、誰が政策しましたかって言ったら、これ国なんですよ。つまりは何かって言ったら自国通貨を発行してるってことです。使ってるお金は円ですよね。日本円、アメリカは米ドル、イギリスポンド、自国通貨を発行できる国はどういうことができるかって言ったら、社会にお金が足りていません、回っていません、これ不況って呼びますよね。この不況の時に足りていないお金を投下していくことができます。自国通貨の量を増やせるってことなんですよ。当たり前です。でも増やしすぎたらダメなんです。お金が溢れちゃうから。お金が溢れる前にそれを間引かなきゃダメなんですね。どういった方法で間引きますか。それが税なんですよ。つまり税とは何ですか、税金とは何ですかって言ったら、これはお金の調整手段なんです。お金が減りすぎないように増えすぎないように調整する役割があるのが税ってことです。で今先ほど言いました、そんなことを国はお金を増やせる減らせるっていうんだったら、どうしてギリシャっていう国は破綻したんだって方いらっしゃいます。ギリシャは自国通貨持ってないんですよ。自分の国の通貨じゃないんです。ユーロだから。ユーロってことはいくつもの国々と一緒になって同じ通貨を使っているってことですね。だから自分たちが増やしたいと思った時に、それは自分たちの意思だけではどうにもならない。じゃあその時にどうするかって言ったら、お金をリアルに海外から借りてくるっていうような状況と同じ状態になっちゃうんです。そういう話をちょっと元にちょっと皆さんにお話をしたいなと思うんですけれども、こちらご覧ください。国にはこれだけしかお金がないから出せないんだっていうのは大きな間違いです。通貨発行権を持つ国にはそういう話は当てはまりません。でこれぐらいの資産があるからこれぐらいのお金が出せるんだというのは一時あったんですよ。金本位制っていう時代です。金本位制、それが今管理通貨制っていうものに変わりました。金本位制っていうのはいつまであったかって言ったら、ニクソンの時代まであった。でこの説明をさせてください。金本位制とは何ですか。簡単に言うとこの赤字の部分見ていただければ分かります。金本位制においては保有する金の量によって発行できる貨幣量が制限されると。
つまり昔の世界は、私は金をこれだけ持ってるからこの分だけお金をすれるんだっていう世界だったんです。でもそれが変わったんです。必ず金というものの量やそれを担保しなければいけないというルールじゃなくなったってこと。一方で現在の管理通貨制度っていうのは何かって言ったら、国の信用によってお金の価値が決まっていくよと。読みますね。金の保有量とは無関係に法律で定められた通貨制度に基づいて中央銀行が貨幣の量を管理する制度。この管理通貨制度においては国の信用によってお金の価値が決まるということなんです。で、この金本位制ではお金が金、ゴールドがこれだけないと金はこれだけ作れないというような考え方では、保有する金の量によって発行できる貨幣の量が制限されるっていう世界だったわけです。ニクソンショックの前までは。万が一、大きな地震などの自然災害、経済不況、疫病の流行などがあった場合どうなりますかってことなんですよ。とんでもない災害がやってきた。でも金がない。だからお金は出せない。皆さん死んでくださいみたいな社会になったら困るじゃないですか。当然ですよね。経済不況がやってきた。でも金がない。だからお金は増やせない。我慢してくださいみたいな。金がない。だからごめん。とんでもない感染症が爆発してるけれども、そこの手当てはなしでございますみたいな社会になっちゃうってことです。でも今はそうじゃないですよね。世界中が例えばコロナの時にも大量にお金を作って、足りていないところに休業保障をしたりとか、人々に対して給付金を出したりとか、いろんなことをやってきたってこと。金本位制という形ではなく、状況は変わったってことなんですね。1970年代に国民生活や国家運営において緊急的な必要支出ができず、社会に大きなダメージを与えることにもなり得る。ね、金がなけりゃお金が作れないってことになっちゃったら、こういうことになっちゃう。最近でもコロナのパンデミックあったよね。中央銀行が管理するこの通貨制度だから世界の国々は危機対応ができた。もし金本位制のままだったら、通貨の供給量を増やすことが難しくなり、コロナ禍の経済状況は今よりも悪化した可能性があるという話なんです。で、今お話ししたようなこと、特に金本位制じゃなくて今の状況、今の状況を簡単に説明してくれてる人たちがいるので、皆さん私よりももっと簡単な言葉で、説得力のある言葉で説明してくれてる人たちがいるのでご紹介していいですか。お金とは何ぞやってことです。はい、知ってますか。名前だけ一緒なんです、私と。ね。もう、とんでもない財力を持たれた方ですよ。はい。金持ちの太郎。貧乏な太郎。いきますね。麻生太郎さんのご発言。これはですね、麻生さんが財務大臣をやられている2013年にご発言されたことです。読みます。日本は自国通貨で国債を発行している。返さなきゃいけないのかって。じゃあ、すって返せばいい。簡単だろって。また無茶苦茶なこと言ってるわ麻生太郎って思われた方、違うんですよ。これ間違ってないんです。これだけは、この人のこの発言だけは間違ってないんです。で、麻生さんの言葉だけで皆さんを説得するのは難しいと思うので、その他説明されている方々をご紹介します。こちら、元 FRB 議長、日本でいう日銀総裁だった人、アラン・グリーンスパンさん、こうおっしゃってます。米国はいつでもお金を印刷できるので負債を支払うことができる。したがってデフォルト、返済不能ですね、その確率はゼロである。当たり前なんですよ。自国通貨を発行してるわけだから当然のことなんです。海外から借りてきたものを返さないとかだったら破綻があるけど、自国で作ってるもんなんだろっていう話なんですね。はい、こちらバイデン大統領の首席経済顧問、ジャレット・バーンスタイン。アメリカ政府は自分自身でお金を印刷できるため破産することはない。当然のことなんです。他にも日本銀行総裁黒田さん、自国通貨建ての国債はデフォルトしないというのは通常そうで、私自身もそう思ってます。円建て国債はこれ返済不能にならないっていうのは当然のことだって、当たり前なんです。これおそらくここまで国の借金は自分の借金でこのまま返さないと破綻だみたいなことをテレビや新聞、それを信じ込んでいる国民という存在があるのは日本だけかもしれませんよ。はい、他にもオックスフォード大学の名誉教授、イギリス労働党の経済顧問、サイモン・レイ・ルイス。政府はお金を発行できるため債券市場の暴落によってデフォルト、
債務不履行に追い込まれる心配は全くない。そらそうですよってことなんです。他にも IMF の元チーフエコノミスト、アメリカ経済学会元会長オリビエ・ブランシャール、事実上政府は永遠の存在なので債務の返済期限が来たら新しい債務を発行することができる、つまり債務の借り換えである、すべての政府がそのようにしている。利息部分は払うけれども一方で元本の方は借り換え借り換え、つまりは永遠にそれは続いているって、どの国も先進国そして通貨発行権持つ国はそれをやり続けてるだけなんです。はい、他にもございます。マリアナ・マッツカート、これは世界各国世界経済フォーラム EU 委員会 WHO OECD など世界各国で経済顧問をやられている方。はい、戦争のためであればお金が出てきます。日本もそうですよね。43兆円もの軍拡をやると、中身決まってないんですよ。アメリカから武器買うとか、国内で武器じゃんじゃん製造していこうぜっていう、ざっくりしたとこは決まってるけど、43兆円ポンと出すんですよ。子育てだったりいろんなことには金出さないくせに、その財源どこから持ってきたんやっていう話もしないんです。はい、話戻ります。戦争のためであればお金が出てきます。お金がないからアフガニスタンに行けない、第二次世界大戦を戦えない、ウクライナに行けないなどと言った人がいるでしょうか。特に自国通貨を持つ国では、私たちが物事に対応しようとすればお金を生み出せるのです。その逆に緊縮財政はしばしば自らコストを生み出します。緊縮財政っていうのは金がない絞ろうっていうこと、戦争だったりとか自分たちに都合のいい人たちにはバンバン金を出してって、その財源は一切口にしないみたいなことは普通にあるわけですね。一方でみんなに対しては緊縮、蛇口を絞るってことにした結果どうなるかって言ったら、多くの人々が苦しい思いをするっていうことですね。緊縮財政はしばしば自らコストを生み出す、生活をより追い詰めるような政策になっちゃって、そこにはお金が落ちないことによってさらにコストとして社会に大きな負荷を与えるってことを言ってます。そんなところかな。で、皆さんね、アベノミクスって聞いたことあります？聞いたことありますよね。それが何なのかってことは説明できなくても、この響きは聞いたことあると思うんですよ。で、皆さんの中には安倍さんが好きなんだって人もいれば、安倍さんは許さんって人もいると思うんです。私山本太郎は安倍さんっていう人は政治的には対極、私が南極だったらあの人北極みたいな、その対極にいる人なんですよ、考え方。けれども全部が悪いっていうのはこれはフェアじゃないんです。彼がやったことに関してもプラスになった部分はあるというふうにやっぱり分析していくっていうのが、私はこれはフェアだというふうに思うんです。でも一方で安倍さん許すまじっていう人たちは全部が悪いってことで、このアベノミクスって何なんですかっていう中身が分からなくても批判したがるんです。なのでそれが何かってことを簡単に言いますね。景気が悪い時には国がお金を増やす、これアベノミクス第一の矢。第二の矢は増やしたお金足りないとこに入れていこう、異次元の金融緩和が第一、第二の矢は機動的な財政出動って言われるものです。第三の矢はどうでもいい。今言った景気が悪い時にお金を増やし、そして足りないとこにお金を入れていこうっていう、これはこの人が勝手にアベノミクスってつけただけで、普通の経済政策、世界の当たり前なんです。そういう政策に対してアベノミクスって名前をつけちゃったから、安倍さんを毛嫌いする人たちはみんな安倍ってついただけでもう嫌だって話になっちゃう。そこはちょっと冷静になっていただきたいという話をしたいと思います。で、出してくれますか。安倍さんが過去に何を言っていたかということに関してなんですけれども、今世界中の経済の専門家たちが口にしていることとほとんど同じことを言っています。安倍さんが特別すごいわけじゃないんです。安倍さんは当たり前の世界の知見、これまでやられてきたことを言ってただけということで、ちょっと見ていただきたいんです。安倍元首相、まあこれ2021年7月、これですね、北海道と新潟で安倍さんが口に出したことそのまま切り抜いてきたりとかしながら、皆さんにご紹介するんですけど、この時点でもあの総理大臣じゃないんですけどね。はい、ご紹介します。政府と日本銀行が連合軍で200兆円という対策費を打った、このコロナに対して子供たちの世代に
ツケを回すなと批判がある。借金増やすのかけしからん、子供の時代はどうなるんだ、孫の時代はみたいなことをよく言われるよね。でも必ずしもその批判は正しくない。政府が発行する国債は日本銀行がほぼ全部買い取ってくれているっていう話をしてるんです。どういうことですかっていうことなんですけど、国債発行ってどういうふうに流れていきますかって言ったら、こういうことなんです。政府から発行される国債、これを買うのは銀行とか民間の金融機関なんですね。はい。で、民間の金融機関が持ってる国債をさらに日銀が買い取るというようなことが行われるって話を安倍さんがしてるんです。これ普通の流れです。で、これちょっと細かく言うと、政府から出た国債、銀行など金融機関が買う。で、金融機関から日銀にこの国債が売られます。つまりは日銀が買いますという行為があるんですね。これを買いオペ、日銀が国債を買い取る買いオペと呼びます。買いオペレーション。はい。日銀、これ国債買い取りましたから何をやりますかってことなんですけれども、お金を借りているのは政府になります、左側で。右側はお金を貸している日銀になりますね。政府が発行した国債、最終的に持っているのは日銀だから、お金を借りている存在は政府、そしてお金を貸しているその存在は日銀になるってことです。じゃあそこで何が始まりますかってことなんですけど、お金を、政府がお金を借りている立場から日銀に対して利息などを払うわけですよ。当然ですね、お金借りている人は借り、お金を借りている人は貸してくれている人に対して利息払いますよね。利息を払って日銀の中に利息が入ってきたらどうなりますかってことなんですけど、その後諸経費さっ引いた上で国に戻されるんですよ。国が払った利息をもう一度日銀は諸経費さっ引いた上で国庫納付金として戻してるんですね。こういう仕組みなんです。つまり何かって言ったら、政府が払ったものを日銀が受けたら諸経費さっ引いた上でもう一回国に戻すんです。これって一般的には考えられないことでしょ。でも普通に世界中でこの日本銀行みたいな中央銀行って呼ばれるところと政府との関係っていうのはこういうことなんです。子会社なんですよ、事実上の。そういう説明です。はい。日銀が国債を買い取るということは事実上国の借金を日銀が支払ってることになるっていう。もうちょっとちゃんと言うと、日銀が国債を買い取る部分は借金であっても財政への負担がないという当たり前の話なんです。で、安倍さんは続けます。日本銀行っていうのは政府の言ってみれば子会社の関係にある。連結決算上実はこれは政府の債務にもならない。ですから孫子の代に、孫や子の代に付けを回すなっていうのはこれ正しくない、そういう話なんです。ただ一つだけ、一つというか二つだけ副作用があるよ。それはインフレがどんどん進んでいくという問題。もう一点は円の価値がどんどん暴落していくという問題。でも皆さんそんなことになってますか？全くなってませんよねって。今ある円安は話別ですよ。2020年21年の間にたくさんの国債発行が行われたんだけど、為替はほとんど動いてない、金利もほとんど動いてないんです。こんな状態なんです。だから事実関係としてそういうことはないよねってことをおっしゃってた。じゃあ検証しますよ。はい。コロナがあった2020年度の当初予算、その中で国債発行と呼ばれるものは 32.6 兆円。はい。で、第一次補正で国債発行 25.7 兆円、第二次補正で 31.9 兆円の国債がさらに、で12月の真ん中には第三次補正で20兆円程度のさらに上積み、つまりは112兆円のお金を国債発行したんですよ。このままじゃ国が破綻するって言ってたんだったら、これだけのお金を国債発行したら破綻してなきゃおかしいんですよ。で、この時点で為替はむちゃくちゃな状態になってなきゃおかしいんですよ。なりましたか？なってないんですよ。はい。こちらご覧いただきます。2020年から2021年の間の、これは為替、これはドル円で見ていただいたところ、見てください。ほとんど動きないでしょ？逆に下がってってるっていうか、円高傾向にちょっと触れてるっていうような状況なんですよ。
あれだけのお金をバンバンすります、出していきますってことを決めたとしても。おかしくないですか？アベノミクスのせいで円安になったんだって言ってる人たち、息してますかってことなんですよ。この状況なんて説明するんですかって。どうして反応してないのってことなんです。で、もちろん、この後、数年間にかかって、円はどんどん動いていくことにはなるんですけどね。はい。こういう形です。先ほど見ていただいて、これ20年7月、21年1月、21年7月、22年、23年、24年と見ていくと、先ほど見ていただいたところ以降に上がっていく要因が生まれてくるんですよ。どうしてこんなに円安が続くんですかっていう。はい。これ上に行けば行くほど、これ円安ですからね。アメリカドルが高くなって、円は安くなってるってこと。はい。一方でこちら見ていただきます。日米の金利差です。日米の金利差。これ上に行けば行くほどアメリカと日本の金利の差が開いていっていますってことを表します。見てください。何か似たようなものを感じないですかってことなんです。この円安と金利差、一般的に為替が大きく動く、円安になっていくっていう原因何かって言われたら、アメリカと日本の金利差が開いた時っていうのは動く、そうとも言われるんですよね。つまり日本の景気とアメリカの景気が大きく離れていくと円安が進んでいくという話。はい、こちらです。青い線が金利差、そしてピンクの線が先ほどからお話ししている、円安に触れている様子ですね。何が言いたいかってことですけれども、さらに日本とアメリカの景気が開いていくということがあったときに、この円安が進行しているってことが、これ言えるっていう話なんです。そういう話です。何が言いたいかってことですけれども、今の円安のこれだけ進行しているっていう問題に関して、これをアベノミクスのせいだっていうのは、ちょっと、事実関係とは言えない、事実とは言い切れないってことなんです。一番の原因は何ですか？アメリカの景気、日本の景気、これが開けば開くほど価値を持つのはアメリカ側の商品になるってことです。為替もそうだし、それ以外もそうだし、価値のあるものと価値のないもの、どっちを買いますかって言ったら、価値のあるものにお金流れていきますよね。だから何しなきゃいけないんですかってことなんですけど、日本は30年ずーっと血を這うような不景気なんですよ。で、アメリカは景気が良くなっていってるっていうのがさらに加速してるから、この為替にも大きく影響を及ぼしている。だからこそ日本の景気自体を上げていって、この金利差を埋めていく、景気の差を埋めていくってことをやらなきゃいけないんです。で、ここで例えば立憲民主党みたいなことが言ってる話は何かって言ったら、金利をそのまま上げろっていう話をしてるんですよ。でも日本国内で今金利上げたらどうなりますかって。普通に中小企業とか借り入れできなくなりますよって。ってことは潰れる企業で仕事を失うっていうような人々っていうのがさらに増えていくよってこと。だから経済政策っていう部分に関してちゃんとそれを分かった上で、さらにこの国どうしていくかってことをまず考えるっていうのが基本的基本だという話だと思います。もう話の出発点を忘れるぐらいちょっと私の答弁長くなっちゃいましたけれども、とにかくですね、安倍さんイコール NG みたいなことを思ってる人は心配しないでください。世界で行われる不況の時の経済政策、それにアベノミクスって勝手に名前つけただけです。で、アベノミクスでやられたことによって今とんでもない経済になってるっていうのは、それは正しくない。あれだけのお金を使うということになったとしても、円が大暴落しましたかって。その当時、今超円安になってきてるのは当時のアベノミクスの影響っていうふうに限定すること自体が私は間違いだと思ってます。日米の金利差、ここの景気の差を埋めていくっていうことを、これ基本的なことからやっていく。まずは減税とか、そういったことで社会にちゃんとお金を回して日本の景気を上げていくってことをやっていきながら、これを是正していかなきゃダメなんだろうという思いです。すいません、長くなっちゃいましたけど、ありがとうございます。